はい、今回は、漢方の用語について解説をしていきたいと思います。まずはじめに気虚という言葉ですね。この言葉の解説を今日はしてみます。これは気が不足、体の機能が全般的に低下した状態を表す言葉です。気というのは、パワーのことですが、この機能不足で体のさまざまな機能が低下する状態に陥ります。全身症状として倦怠感、手足のだるさ、眠気などが見られ、体温維持などの生理機能も低下するため冷えも起こります。また免疫力が落ちて風邪などの感染症にかかりやすくなります。消化不良、食欲不振などの消化器症状が出ることもあります。精神的にも気力が湧かず意欲の低下などが起こります。気虚の原因として気の消耗や消化機能の低下が考えられます。しかし中には胃腸の不調を感じていない人もいて、その場合は倦怠感やだるさ、やる気のなさなどが前面に現れます。漢方薬の処方としては、体の機能を高め不足した気を補う人参や扇といった生薬が含まれるものを用います。これらの生薬は消化機能の回復作用もあるので、胃腸の不調も良くしながら気を補っていきます。ここで、気虚であるかどうかの、チェックをする項目がありますので、ちょっと読んでいきたいと思います。1番、手足に力が入らず重い感じがする。2番、疲れやすい。3番、やる気が起きない。4番、風邪をひきやすい。5番、声に力がない。6番、食欲がない。7番、食後に眠くなる。8番、体温が低い。以上の項目に、いくつチェックが入ったでしょうか。もし、チェックが多い場合は、気虚かも分かりません。参考になさってください。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。